歴史を振り返ると、大航海時代以降、多くの国が広大な植民地帝国を築いてきました。その中でも特に大規模な植民地を持った国をベスト3として紹介します。1. イギリス帝国。イギリス帝国は19世紀末から20世紀初頭にかけて日の沈まぬ帝国と称されるほど広大な植民地を保有していました。前世紀には現在のアメリカ、カナダ、オーストラリア、インド、アフリカ各地など全世界の約4分の1の土地と人口を支配していました。 2. フランス帝国。フランスもまた大規模な植民地帝国を築き、特に19世紀から20世紀前半にかけてその勢力を拡大しました。アフリカではアルジェリア、チュニジア、モロッコ、西アフリカ諸国、アジアではインドシナ半島を統治し、総面積では世界第2位の植民地帝国を持っていました。 3. スペイン帝国。スペイン帝国は16世紀から17世紀にかけて最盛期を迎えました。新大陸発見後、南北アメリカの広大な領土とアジアのフィリピンなどを獲得し、世界初の地球規模の帝国を築きました。この帝国はヨーロッパから遠く離れた土地でも強大な影響力を持っていました。これらの国々は経済、文化、政治の面で大きな影響を世界に与え、それぞれの帝国の遺産は現在もなお多くの地域で見られます。